地下にも街が続いてるね。街を囲ってる壁はネイティブの襲撃に備えて作ったもの？でも十分に整備がされてなさそうに見える。コロニーのみんなが知ったらびっくりするだろうな。ここのことを知ったら救出に動くはず。大規模な作戦になる。ならまず任務を終えてコロニーに報告するしかないですね。早く報告したいな。アダム、なんでどこもこんなに人気がないの？もしかして私たちが来たせい？いろいろと事情があるんだ。事情？何それ？まあ謁見の間に行けばわかる。イブ、こっちだ。あと少しだ。ライル、久しぶりだな。客人を連れてきたのか。大事な客だよ。入ってもいいか？進め。オルカル様がお待ちだ。またな、ライル。すごいね。ここにみんなの記憶を保管してる感じ。なかなか目ざといな。その通りだよ。謁見の間は記憶の保管庫なんだ。マザースフィアの元へ帰れなかった者たちの記憶さ。さあ、こっちだ。
おお、客人のお目見えか。歓迎しよう。それじゃあ紹介するよ。ザイオンを導く預言者、オルカルだ。私は空挺部隊のイブ。私はリリー、はじめまして。話はすべてアダムから聞いておる。アルファネイティブを倒したそうだな。そやつから回収したものを見せてくれんか。はい。おお、これはアルファコアだな。少し見させてくれ。お主の目的はこの世にはびこるネイティブの多さ、エルダーネイティブの抹殺だな。そしてエルダーネイティブが潜むネストへ入るための鍵としてアルファコアを探しておった。違いないか。なぜそこまで知ってるの？だが残念ながらアルファコアだけではネストへの道を開くことはできない。え、待って、嘘でしょ。そんな、それじゃあ他にネストに入る方法はないの？4つのアルファコアを融合させマスターコアを作り出せばよい。マスターコアさえ手に入れればネストの深淵へとたどり着くことができよう。待った、なんでそんなことまで知ってんの？地表設備とパーソナルリンクでつながっておるおかげだ。わしは地球上のあらゆる場所を見通せる。無論相応のエネルギーは必要とするがな。じゃあつまりアルファネイティブの居場所も突き止められるってことだね。前置きはこの辺にしておこう。アダム、ハイパーセルを差し込んできてくれ。イブ、こっちだ。イブ、リリー、こっちだ。うわ、何ここ真っ暗。暗いのちょっと苦手なんだけど。これがハイパードライブだ。ザイオンのエネルギー源だよ。イブ、お前が持ち帰ったハイパーセルは希望の光なんだ。さあ、ハイパーセルを差し込んでくれ。アダム、ここってもしかしてお墓なの？いや、ここにいる奴はエネルギー不足でスリープしてるだけだ。だがこのままではやがて光がついえる。イブ、力を貸してくれ。持ち帰ったハイパーセルのおかげで皆生きながらえる。しばらくはな。少しは役に立てたようでよかった。でももっとハイパーセルを集めないと。みんなこのまま寝たままってこと？ああ、ザイオンを完全に立て直すには
あと3本ハイパーセルが必要だ。それじゃ、オルカルから話の続きを聞こう。おお、客人たちよ。皆の助けに感謝しよう。お主らのおかげで幾万もの民が生きながらいることができる。それにわしのパーソナルリンクもいくらか安定した。役に立ててよかった。じゃあこれでもうアルファネイティブの居場所がわかるってこと？オルカル様は今ゆりかごの維持に集中しておいでだ。あなた誰？ああ、こいつはマンド、衛兵の指揮官でオルカルの護衛も任されてる。今のエネルギー量では限度があっての、残念ながらまだそう広い範囲は調べられん。だがさらにハイパーセルが手に入れば、残るアルファネイティブの居場所も突き止められる。そこでだが、お主に一つ頼みがある。荒野にあるアルテス・レボアという遺跡へ足を運んではくれぬか。他の遺跡に眠っているハイパーセルを回収してきてほしい。イブ、協力してくれないか？わかった。他に道もないし。アダム、リリー、サポートをお願い。簡単には行かぬぞ。準備を怠らないことだ。外の空気吸えてホッとした。越見の間は息が詰まるだろ。それになんか怖い人がずっとこっちに睨んでたし。マンは見た目は怖いが意外といいやつだぞ。出発する前にテトラポッドの整備をしておかないとな。エブ、一つ頼んでもいいか？シスターズジャンクってパーツ屋に推進制御盤を頼んであるんだが、代わりに店でパーツを受け取ってきてくれないか。ついでにザイオンを観光するといい。わかった。じゃあ私はアダムの作業場を借りるね。ちょっとドローンでもいじろっかな。よし、それぞれ用を済ませたらテトラポッドで落ちよう。
ジャンク屋を探してんのか？少し行くと右に階段があるからそっちに進みな。にしても天使様を見るのは久しぶりだ。天使か。実際に目の前にすると想像してた感じとはだいぶ違うな。
あなたがここの店主？そうです。あくまで仮ですけど。アダムが注文してた推進制御盤を受け取りに来たの。品物は入荷してる？あ、はい、あります。よければスペアもご用意できますよ。助かる。それじゃあ代金はいくら払えばいいの？お金はいらないので持ってってください。天使様はこの町を助けてくれてるんですよね。だったらせめてものお礼にサービスさせてください。お願いです。いいの？じゃあもらっておく。ありがとう。その代わり何か手伝えそうなことがあったら言って。そんな、別にないです。でもあなたいかにも困ってそうな顔をしてるけど。そんな顔してました？天使様は何でもお見通しですね。すごい。話を聞かせてくれる？はい。ある日、荒野のスクラップ平原でジャンクを漁ってたんです。そこでたまたまネイティブに出くわしちゃって、その場にバイクとトランクを置き去りにしました。バイクが落ちてたジャンクに引っかかったんです。でも置き去りにしてなかったらきっとあのまま死んでました。バイク置いてきた場所は覚えてる？荒野に行く用があるからついでに探してみる。ありがとうございます。あっち行って。あんたがここに来たって知ったら衛兵に全部押収されちまうよ。聞こえなかったのかい？あっち行ってってば。早く。
あら、天使ちゃん、会えて嬉しいわ。あなた、見たところ善人には見えない。さすが、勘がいいじゃない。人からはよく蛇みたいな女って言われる。私はロクサーナ、この町の情報屋といったところね。情報屋？ええ、役立つ情報とかゴシップ、脅迫材料、人の弱み、何でも取り扱ってる。天使ちゃんのこと気に入ったわ。すっかり虜になっちゃった。情報は金、銀、宝石にも勝る。何でも聞いて。可愛いお客様にはたっぷりサービスしちゃおうかしらね。楽しかったわよ、天使ちゃん。またいつでも来て。じゃあね。ええ、それじゃあまた。
天使様、町を救ってくれてありがとう。見てください、ほら早くこれはドローン。腕を前に突き出してください、ほらよし ドローンが変形した。その通り、これまでのドローンとは別物です。生まれ変わったその名もドローン 2.0、 遠距離攻撃まで可能な改良型。 いえ、改良なんてもんじゃありません。これぞ進化です。よく狙ってください。集中、もう一度トライです。さすがイブ、すごいじゃないリリー。これぞコロニーの技術です。気に入りました？人のドローンを勝手にいじりやがって。
任務でも役に立ちそう。ありがとう。よかった。弾がなくなったらいつでも言って。私も荒野に行きたいです。でも私じゃ足手まといかな。材料さえ持ってきてくれたらあとはお任せください。Thank you.